トマベ知識認定コーチの西村です。本日はトマベ知博士はたくさんの本を出してますというお話です。と先日ですねちょっと数えたことがあります。トマベ知博士は2013年の末時点で出してた本は130冊以上になります。絶版になったりしたものを除くと2013年末日現在で134冊だったそうです。今年2014年も半分を過ぎましたのでますます増えている計算になります。で、私トマベ知博士の本をよくクライアントさんには差し上げるんですよ。サインいただいたりなんかしたのを差し上げることもあるんですけど、博士の本って洗脳何々ってついてること多いんですよね。本人脱洗脳家なんで洗脳ってどうよって感じなんですけど、なんかこの怪しい雰囲気が本屋さんにこのなんていうか出版の方では好まれるみたいなんです。で、私実際本読んでた感じ、トマベ知博士の文章って2000年頃に出し始めた本よりもやっぱり今の本の方がよっぽど読みやすいです。なんか文章がなんか柔らかい感じがします。ということで、トマベ知博士は多作の作家さんなんだよっていうお話でした。